とということで次、中国中日ドラゴンズの戦力前分析ということで見ていきたいなと思います、えー、今年かなりですね、えー、先発陣、えー、特にそこの辺りがですね、えー、大野雄大投手や柳投手をはじめとしまして、えー、結構確立されてきたのかなと思います、えー、おそらく残留が決定する選手だけで見ていきたいと思うんですけど小笠原慎之助投手ですね まあ、7勝10敗とね、えっ、ー、と、負け越しが多いんですけども、防御率は3.91と、まあ、そこまでは言うて悪くないと思います。田島投手もね、3.07。えー、試合出場数が少ないですけどね。えー、橋本投手や谷本投手も防御率はね、比較的、まあ、優しい部類ですね。そして、又吉投手。これはすごい数字ですね。62試合で1.37。 で、そして少ないね、えー、先発ながらもしっかり押さている梅津光大投手がいまして、まだ高橋宏斗投手は使われていません。岡田投,投手はちょっとね、5.91って振るってはいないんですけど、来年の契約は多分あるんじゃないかなとは思います。そして福谷、えー、投手、えー、途中で功績でね、骨折で離脱してしまった時期もありましたけども、まあ、これも来年のね、えー、契約はあるものと考えられて、考えていいんじゃないかなと思います。 えー、まあ、ないんじゃないかなと思うのは、まず一人目、佐藤投手ですね。えー、ファームではね、えー、結構成績はね、1.35と優勢ではあるんですけども、1軍ではね、えー、今年あまり使われていないんですけども、派手に打たれてしまったシーンがね、結構あったんで、うん、どうかなっていうところはありかなって感じします。そして、岡野雄一郎投手なんですけども、まあ、これはね、あのー、 うん、なかなか見られないタイプということもありまして、2軍では本当にいいピッチングをしてるんですけども、なかなかね、これ上げるような投手っていうところではないのかなとは思いますけどね。はい。えー、続きまして、これどうですかね。石川翔投手ということで。えー、2軍ではね、すごい成績を収めてるんですよね。ただ、1軍には呼ばれておりません。えー、ロサリオ投手。これは切られてもいいかなって感じはありますけどね。 えー、ファームではね、振るってませんそして4年目4年目のマルク投手なんですけどこれはどうですかね、ファームが3.66で、今シーズンまだ一軍では投げてないというところがね、気になりますよねはい、えー、清水達也投手でありますけどもこれ、育成枠に落ちる可能性あるんじゃないですかね 今年1軍で投げてません。かつ、ぼ、あの、あれですね、ファームでの成績が、ま、4、2.77というところも、あま、含めまして、どうですかね、育成枠にこう落ちる可能性っていうのがね、あるのかなとは思うんですけども、まあ、1軍で上げる級の選手じゃないのかわかりませんけども、1軍では使われてないですね。はい。えー、ということで、ま、いろいろ見ていきましたけども、まあ、ピッチャー陣はね、割と削るところっていうのはね、えー、意外と割と中日は少ない方なのかなと思います。 であの、残りの投手はね、まだ非常にこう若手の選手がこう多くいるということもありまして、えー、ここを切るというところにはまあ至られないのかなとは思います。はい、まあ、岩瀬投手とかね、え浅、ー、尾投手がね、引退したことによってね、えー、中日投手陣が明らかに若返っているのがね、えー、見て取れるかなと思います。そして野手陣見ていきましょう。まあ、使われてない選手とかもね、こう見ていきたいと思うんですけども、 え、ファームでは非常に高成績を収めている石岡亮太,岡亮太選手。えー、残念ながら1軍では使われてません。えー、ちょっと厳しいと、厳しいね、あれを受けてしまいそうな感じがします。そして藤井と、藤井選手は引退ということで、えー、これはね、あれですね。はい、えー、これは、えー、戦力外になりそうですね。遠藤一星選手です。えー、ファームでもね、2.42ということで、 えー、材質が2.4、えー、二割4分2厘ということで、まあ少しあれかなとは思いますけども、物足りない数字ですよね、結局はね。そして、大野翔太保守。ここもね、えー、2軍ではね、まあ一番いいキャッチャーなの,のかもしれませんけども、ここはちょっとね、厳しいところはね、強いられるかなっていう感じがします。はい、えー、そしてこちらもですけども、石垣正美選手なんですけども、まあ、 一軍では使われてません。ホームランは結構打ってるんですけどね。うん。そして、山下綾や選手。まあ、ソフトバンクから楽天、そして中日に移籍してきた今年なんですけども。うん、まあ、あんまり、うん、派手な活躍っていうのはね、目立たないような感じがしますけども。うん。まあ、このところっていうのはどうなんでしょうかね。 そして2軍で結構打ってるグッシ選手、キャッチャーですけども、これはないですね。でロッテから移籍してきた加藤翔平選手が、まあ、今年はどうですかね、2割0分6厘、まあ、ちょっと厳しいですけどね、まあ、踏むってほしいところはあるかなと思います。であのピシエド選手はね、えー、さらに残留が決まったということもこうありまして、ねえー、ここから期待していきたいなと思います。 はいといととうことでまあ割と中日はね削る部分がこう見ていくと割と少ないのかなと思いますけど、えー、まず最後切るとすればこれ、ガーバー選手は切るでしょうのかね、えー、1軍にまあ挙げられていないですねで、まあ、ファームでの成績は2割1分9厘とホームラン1本ということで、えー、ガーバー選手の待遇というのはねこれはもうちょっと厳しくなりそうな感じがしますね。 はい。ということで、本日は最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回の動画でまたお会いしたいと思います。えー、動画の時間短くなっているということでね、えー、これは中日のね、えー、選手たちは比較的優秀な部類ということでね、あと若手選手のね、えと、ー、いうところもありまして、もう一度ね、え様、ー、子を見ていく必要はあるんじゃないかなと思います。ということで、中日ドラマの戦略観予想についてお伝えでてきました。ご視聴ありがとうございました。